日産の元会長、カルロス・ゴーン被告の報酬を少なく記載した罪に問われているグレッグ・ケリー被告の最終弁論がきょう開かれ、ケリー被告は、私はいかなる罪も犯していないと無罪を主張しました。また、ゴーン被告の報酬の支払いについて、ゴーン被告をつなぎ止めるための検討をしたが、合法的な方法を模索するものだったと述べました。 判決は来年3月3日の予定です。